今やってるのはこうやって竹を縦にだいぶ綺麗になってます。ここにあるこの茶色い木とかを整えていって、こっちがまだやってない方はこんな状態です。この奥に入っていこうと思ってて、ここのこの大きな木、この木がきっと、そこにあるあっちの大きな一本の木と仲良しなんだろうなって思います。まっすぐ。2020年8月15日、ここの大きな木と、見てください、ここにまっすぐに切った竹、だいぶ整いました。で、そしてこっち側に大きな木があるんですけど、見てください、ついにこうやってできました。見えますか、ここの木と虹色、こことこの真っ青、この木がつながりました。ありがたいよう、幸せます。今日は中国新聞にも掲載してもらえてありがたいようです。父さん、母さん。